付者などは無能であり、次から次に生まれてくる使い捨ての商品みたいなもの。これは1973年当時、日本語吹き替え番組を制作する会社の社長さんがインタビューで答えたとされる言葉でして、デモを起こした声優たちに向けて発言したと考えられております。こんな失言、今となってはすぐさま SNS で拡散され、炎上からのごめんなさいがお約束の流れなのですが、ここは1973年、同じ役者にすら声優はバスガイドでもできると言われたほどに軽蔑された、いわば声優暗黒時代でもありましたので、特別世間が気に留めることはありませんでした。そんな地位も給料も役者としてもゲノゲ、時代が生んでしまった意味語のような扱いを受けてきた声優が、一体全体なぜにしてデモを起こしたのか、その真相についてお話ししていきます。時は1972年、吹き替え作品がテレビに普及し始め、世間では第一次声優ブームと称され、声優が世間に認知されるようになった時代、業界ではその発展とは裏腹に、彼らの待遇が改善されることはありませんでした。それもそのはず、吹き替えはまさかの再放送が流行り、新規の仕事が激減、のくせ吹き替え再放送によるギャラはびった一文声優にはいかず、出演料も一生スズメの涙ほどから増えることはなかったという理不尽三重視が業界内を闊歩していることを保証する惨状だったからです。あかん、このままじゃへこたれてしまう。そう考えた声優たちは、テレビ局や制作者と対等に出演契約を結びにくい、俳優の弱い立場を解消しようと結成された、日配連を通して、当時出演料を設定していた市水会という組織に、不満という名の改正案をもろもろ提示し、状況を打開してもらえるよう試みます。がしかし返事は全く返ってこず、今月こそはとけなげに返事を待ち、結局5ヶ月もすっぽかされたことでシカトされてることに気づいた声優側ですが、彼らは負けじと次の策として、出演料は以前から放送1回分を予定しておりまして、想定外の再放送分は勘定に含まれておりませんと問題提起を投げかける形で再度アプローチを飛ばします。ここで市水会から初めての返事が返ってきました。ダメです、こっちも上の人の意向に合わせてるんです、私たちだって辛いのです、と当事者だけでは解決できない問題を持ち出されてしまい、結局話が進むことはありませんでした。ろくな返答をよこさない彼らに煮えを切らした声優側および日配連は3月の24日158人が集った俳優集会にて無断リピート放送断固休断、両者は正当な使用料を支払え、20年間の財産権を売った覚えはない、人のものを黙って使えや泥棒ですぞという4本のスローガンを掲げ、俳優全体の士気を高めました。ついでにもっかいアプローチもかけました。そんでもって俳優集会から5日後、まさかの青島幸男という議員さんが何やら放送局のお偉いさんに対して、あんたら職員の給料を 18% も上げておいて作品の制作費は 8.1% しか上げないとは何事じゃい、タレントさんが植えるわ、番組は職員とプロデューサーだけで作っているとでも思っているのかと、立場の弱い声優からでは言えなかったようなことを代わりに物申してくれたのだとか、幸男さんやさおやんけ。ですがその後もそれぞれの主張が交差するばかりの水かけ論の応酬でして、根本の改善にはまるで至らず、そこで採用されたのがデモなのでした。時は7月の28日、熱々の猛暑の中、200人以上の役者たちがデモ活動を行いました。彼らはデモを通して9つもの制作会社に大々的に抗議をふっかけたことで、世間に役者たちの怒りと実情を知らしめる結果となりました。役者不正がと高をくくっていた制作会社側にとって、このデモはその舐め腐った味方を根元から叩き割るのには十分すぎる効力を持っていたみたいで、前向きに善処する、実情を調べて何とかするから時間をくれ、と言わざるを得ない状況にまで追い込んだのだと言います。制作会社側が勢いで負けている、これはさすがに書き格じゃね？そう思われたのもつかの間、なんとこのデモ運動にひるみもせず、きっぱりと役者を切り捨てる発言をした制作会社の声がありました。冒頭でも言った、あの社長さんです。彼の名は上村万次郎といい、当時制作会社最大手だった東北新社の社長、さらには市水会の会長でもあり、何度か手紙でやり取りをしては話が合うことのなかった、当時の声優からしてみれば天敵とも言える方です。彼は役者たちが勢いづいていたこのタイミングで、役者などは無能であり、次から次に生まれてくる使い捨ての商品みたいなもの、とどっからどう見ても余計な一言を雑誌のインタビューで豪語したのだそうで、声優たちは案の定激怒したのだと言います。ブチブチに切れた声優たちは8月の8日に、24時間出演拒否という名のストライキを実行しました。制作会社側からしたら、収録中に突然声優が台本を投げたと思えば、皆一様に出演拒否の声を上げ出て行ってしまったんだそうで、それは驚いたんだそうな。やがてストライキ参加者187人は東北新社の前に赴き、上村社長に要求を訴えたのでした。ですがぶっちゃけ制作会社の社長といえど、キャラを同行するといった力は彼にはないのだそうで、いわくこの案の解決には、制作会社ではなく、大元のテレビ局を丸め込まなくてはいけないとのこと。事態はまたも無限ループの手詰まり状態に陥るのでした。ですがそれもつかの間、いらぬ一言で役者を小馬鹿にしていた上村さんでしたが、突然彼は事態の解決に向けて、ものすごい行動力を発揮したのです。まず上村さんは顔見知りである労働大臣に、どうしたらよいかと相談を持ちかけたのだとか、労働大臣は渋々ではありながらも、事態の解決に協力する意向を示してくれたのだそうで、大臣はあまりある力を存分に振るい、腰の重いテレビ局を話し合いのテーブルに引きずり出してくれたのです。最終的に引きずり出したテレビ局側20名と話し合わなければならない状況で、たった一人でテーブルに赴いていくのは我らが上村
田さん。20対1というドアウェイにして無謀な話し合いに挑むその背中は、戦地に単身で攻め込む乱暴を彷彿とさせたのだと言います。テレビ局側と乱暴の会議は計4日という時間を費やし、ついに出演料が驚異の 3.14 倍アップという、今までどれだけ搾取されてきたんだと言わんばかりの倍率を叩き出し、ここから再放送問題や待遇面も次々と解決されていくようになったのでした。かくして上村社長は憎まれ口を叩きながらも、最終的には業界を救ったキーパーソンとして魅力を余すことなく振りまいたわけなのですが、どうやら上村社長がここまで動いたのには、ちゃんとした理由があったのだそうな。というのも、24時間ストライキから5日経ったある日、上村社長はデモ活動を企てていた声優の一人、永井一郎さんを自社に呼びつけ、二人きりでの話し合いの場を設けたのだそうです。そこで永井さんは、あなたはもっと会社以外のために動いて、尊敬されるべきだ、と上村社長を諭したのだとか、その後永井さんは話し合いのテーブルについてもらえるよう上村さんをうまく説得し、後の20対1会議につながったのだと言います。上村さんのあの行動の裏には、永井さんとの交渉があったからこそというわけですね。めちゃめちゃ永井さんファインプレイやん。てなわけで今回は声優が起こしたデモについてお話しさせていただきました。実は彼らはこれからも幾度かデモを起こすのですが、それはまた別の話。それでは今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイ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 バーイ。